都営地下鉄三田線。三田線は東京都品川区の目黒駅から板橋区の西高島平駅までを結ぶ東京都交通局が運営する鉄道路線、都営地下鉄。鉄道要欄には六号線三田線と記載されている。開業当初は都営六号線と称した工術。基本的に都営三田線と呼ばれることが多い。路線名の由来は 名称制定時の終着駅である三田から、車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーはブルー、青、路線記号は愛。東京特別区部の南部から都心部の日比谷、大手町を経由し、北西部の板橋区まで、おおむね南北を弓なりに、西に向いた逆 C 字型走る路線である。目黒駅で東急目黒線と相互直通運転を行っている。 詳細は運転を参照。この路線は高島平駅側より開業したが、起点は目黒駅2000年9月26日帯である。ワンマン運転を実施しており、保安装置としてホームドア、日立製作所製のホームゲートシステムを全駅に備えする駅設備を参照。収支状況は2004年度決算で純損駅が約16億に。 131万6000円の赤字2005年度決算で約14億8247万4000円の黒字2006年度決算で約21億6957万6000円の黒字2015年度決算で約58億3153万円の黒字と着実に改善している。目黒ロシネタカナワ 2.3km は東京メトロ南北線と線路、施設を共用しており、東京地下鉄が第一種鉄道事業者、東京都交通局が第二種鉄道事業者となっている。このため、列車の最高運転速度は南北線に合わせて時速 80km となっているほか、運賃計算方式に特例がある。東京メトロ南北線運賃計算の特例を参照のこと、 本路線の建設は、1957年、昭和32年の建設省国時代835号、東京都市計画高速鉄道網において5号線、現在の東京メトロ東西線の分岐線として、示された大手町下板橋間の計画が元となっている。当初は、デート高速度交通営団が事業者となり、建設及び開通後の営業を担当する予定であった。 1960年、昭和35年3月頃より、5号分岐線の建設が具体的に検討され始めた。この路線は、都電の水道橋線、新時和橋か須が町間、白山線、か須が町白山城間、菅野線、白山上から、菅野車庫間及び、板橋線、菅野車庫急下板橋間と、ほぼ重なるルートで、18系統、神田橋。 志村坂上館35系統、田村町一丁目菅も車庫館が運転されているため、東京都交通局による建設、営業が望ましいとされた。1962年、昭和37年1月に開かれた首都圏整備委員会、建設省、運輸省による会談において、5号分岐線の建設が正式に決定。続いて、運輸大臣、東京都知事、 A 団総裁による会談が開かれ、と交通局による事業家が内定した。同年6月8日、運輸大臣提出の都市交通審議会答申第6号において、分岐線は6号線として切り離され、5号線について、A 団が6号線について、と交通局が建設、営業する方針が正式に決定された。6号線は、西馬込方面より、五丹田、田町、 三田駅、日比谷、春日町、当時の都電水道橋線、白山線停留場名。開業後の春日駅、菅も及び、板橋区山和町、山和町、当時の都電志村線停留場名。開業後の板橋本町駅付近の各方面を経て、東武東上線上板橋駅及び、志村、当初は、都電志村線の志村橋終点付近を想定。後に、現、 高島平駅に変更。付近の各方面へ至る路線として示された。機関は1 4 3 5ト、mm、ル標準期を採用し、西馬込駅線学寺駅間と馬込県車場、現、馬込車両研修場は1号線、現、都営浅草線と共用する予定であった。1962年10月には6号線について、東京急行電鉄、東急電鉄及び、 東武鉄道、東上線との直通、相互乗り入れ運転計画が検討された。六号線の期間を線 67mm、狂気に変更し、東急側は、仙岳寺駅から、別線、仮称、東急仙岳寺線として、建設予定であった霧ヶ谷駅まで、途中駅を五丹田駅のみとして延伸し、池上線を経由して、旧田園都市線、当時の名称。 2018年現在の大井町線と接続した上で直通運転、東部側は上板橋駅で6号線と接続した上で埼玉県方面と直通運転する計画が提示された。期間変更を打診された都交通局はこの計画に難色を示したが運輸省による調整にて6号線のうち仙学寺西馬込間のみを すでに押上人形町間で開通していた1号線、浅草線延長区間に編入して順、順期で残りの区間を東急、東武総合乗り入れ対応として、狂気で建設することが決定された。しかし、東部から大和町駅、大和町駅、板橋区大城板橋駅間は、運転需要帯を困難である上、上板橋駅を乗り入れのために改良する余裕がない。 との申し入れがあったことを受けて、1964年、昭和39年1月31日に、同区間の建設を取りやめて、志村駅から、埼玉県北足立郡山都町、山都町。現、埼玉県和光市の東部東上線山都町駅、山都町駅。現、和光市駅まで延伸して接続した上で、相互乗り入れを行う計画に改定された。 東急は前日の千学寺線を、東部は、志村駅大和町駅間の連絡線、東部東上支線。板橋区が1969年、昭和44年3月に実施した、住居表示により高島平の町名が発足し、同年8月に、都営地下鉄6号線志村駅が、高島平駅に改称されてからは、仮称、東部高島平線として予定されていた。 を建設するという内容の各社文章も盛り込まれた。この合意に基づき、同年11月には3事業者により、6号線、建設及び相互直通運転に関する覚書が締結された。この間、都交通局は1964年3月に、大手町菅母間の地方鉄道不設免許について、A 段々の譲り受けを申請した。さらに、同年10月に、 千岳寺大手町間及び菅野志村間の免許申請を行い、3区間とも認可され、同年12月18日に千岳寺志村間の地方鉄道府設免許が交付された。一方、機関変更により都交通局では、孫目検車場の供用ができなくなったことから、6号線専用の車両基地が新たに必要になり、 高段住宅連魂団地西側の用地を連ン検査場として使用する計画を追加だが、後に、志村検査場、現、志村車両研修場の設置に変更された、計画変更の経緯は後実。上記の経緯から、都交通局と東急は建設計画について、補調を合わせる考えを示し、また都交通局と東部は ATS を共同で、 開発するなどの協力体制が取られた。その上で、都交通局は六号線、三田線について、車体寸法や保安装置などの面で、東武鉄道の規格を踏襲する、六号線、直通車両規格を制定し、直通運転実施路線は、東武東上本線、東武東上支線、高島線、都営三田線、東急線がくじ線、池上線、大井町線、田園都市線、 未成線以外は2018年現在の線路名称によるとなることが一度は決定した。ところが、翌1965年、昭和40年1月に、東急は突如として六号線、三田線への乗り入れ計画を中止する意向を示した。距離的にも、時間的にも、乗客の利便増進に資するものではないという東急の、共判断によるものであった。東急は、その代替として、 a ダ d a 3号線、銀座線への乗り入れを目指す計画に変更したため、線学次線計画は撤回された。これにより6号線、三田線南側の直通運転計画は中に浮いた。三田駅以南の計画が定まらないまま、都営地下鉄6号線は、東武東上線との相互乗り入れを準備しつつ、当面の間、志村、高島平駅三田駅間のみで営業することになり、 1968年、昭和43年から1973年、昭和48年にかけて開通した。1968年12月の菅も志村間、開通時に導入された6000系の行き先方向幕には、四季、山都町、上福岡、川越市など、東部東上戦争後のリーレを想定した駒も含まれている。しかしその数年後には、東部鉄道も、 都心へ向けて大きく迂回するルートであること、及び池袋駅に乗り入れないため、東武百貨店をはじめとした池袋地区の開発に、死さず、東上線にとっての戦造効果をもたらさないと、見込まれることを理由として、栄団8号線、有楽町線に乗り入れ先を変更する旨を都交通局に通した。この件で都交通局は、東急、東武に対して、抗議を行ったが、結局は、 両者の意向に押し切られた。高島平駅西高島平駅間は前日の通り東部高島平線であったが、都交通局が高島平西部へのアクセス路線として1973年、昭和48年4月28日に東武鉄道から免許を譲り受け、着工、延伸することになった。東急線が九時線、霧ヶ谷東部東上線大和町間の3、 事業者による路線建設計画、相互乗り入れ運転計画策定当時の1964年に都交通局が制作した都営地下鉄6号線の案内屋は、東武東上線内では、日本住宅公団による霞ヶ丘団地及び上野大団地の最寄り駅で引上げ線も用意されている、上福岡駅で折り返す列車を多数設定する一部の列車は川越市駅。 東松山駅まで運転内容であった。当時、上福岡駅の二駅手前であった式駅でも折り返しは可能であり、東急の乗り入れ計画中止後に、都交通局で作られた都営地下鉄のアンダイヤでは、式駅折り返し列車を多数設定していたものもあった。一方、東部側のアンダイヤは、都心側において、当初は、仙岳寺駅、東急との乗り入れ計画策定時点、 後に、おなりもに駅、東急との乗り入れ計画中止後で折り返す列車を軸に一部東急線方面に向かわせる内容であった。また東急側の安台屋では新板橋駅で折り返す列車を基本とし、一部、志村駅、高島平駅発着や東武線方面に直通することをそれぞれ検討していた。東急では、千楽寺線に関して、 五丹田駅を高高かから地下に移設した上で、千楽寺駅五丹田駅間で1号線、浅草線と並行させ、前日の通り、途中駅は、都営地下鉄の仮称、日本営の木駅、すなわち高輪台駅のみで、東急線に途中駅は設けない。五丹田駅伊勢は、戦時中に廃止していた霧ヶ谷駅、大崎広小路駅と、戸越銀座駅の中間に位置していたを、 大崎広高寺駅の代替として復活し、戸越銀座駅付近まで新規路線を建設して、既存の池上線と接続する構想を立てていた。戸越銀座駅以西については、旗の台駅を改良して、池上線と旧田園都市線、大井町線との連絡線を設けて接し、二子玉川園駅、現、二子玉川駅を経て、そのまま、現、 田園都市線長津田駅に直通する構想であった。千学寺線の開業と同時に、池上線の霧ヶ谷駅五短田駅間は、廃止が計画されていた。六号線から乗り入れてくる列車の、東急線内折り返しは、詐沼駅及び長津田駅及び将来的には一部の列車を当時、延伸計画中であった中央林間駅まで延長、で計画されていた。 1972年、昭和47年3月1日運輸大臣提出の都市交通審議会答申第15号において6号線の新たな延伸計画が立てられ、霧ヶ谷方面む山都町、和光市方面が、大宮市西部、浦和市西部戸田支部高島平清正港前、現、白金高輪駅、江北ニュータウン、横浜市に改められ、 和光市駅高島平駅間の東部、高島平線計画は正式に撤回された。1971年に発表された当初の江北ニュータウン計画では、都営地下鉄6号線を西馬込めから江北ニュータウンを経由して中山駅まで延伸する計画が盛り込まれていた。計画書には横浜市営4号線とともに東京6号線が 鉄道計画の根幹をなしており、相当に具体的な駅の設置場所とともに、東京6号線の延伸が必須であるという書き方がなされている。しかし1985年、昭和60年7月11日の運輸、政策審議会答申第7号において、この計画は、目黒駅止まりとなり、東急目鎌線と、相互乗り入れ、歌唱、東急都心線、 開業後の東急目黒線を行うことが決まり、同時に、三田線の港北ニュータウン延伸計画は撤回された。この決定を受けて、以前制定していたが事実上廃止となった、六号線直通車両規格とは別の相互直通運転における、東急目黒線、南北線、三田線との直通車両申し合わせ事項の直通車両規格を都交通局と2社において新たに制定した。 一方、北側については、1976年、昭和51年5月に開業した、西高島平駅から北進し、荒川を橋梁で渡り、新大宮バイパスの上下線間にあった、当時未開通の自動車専用道路予定地を活用して北上し、国鉄武蔵野線西浦和駅を通り、大宮市西部、現在の埼玉市西区まで延伸するという計画が立てられた。 しかし1985年9月30日の国鉄最強線開業の影響もあり、上記の運輸政策審議会等申第7号で、この計画は削除され、1990年、移行道ルートには、首都高速5号池袋線の延伸区間と、首都高速埼玉大宮線が順次開通した。以上の経緯を経て、東急との乗り入れは当初計画の千岳寺線、池上線、 田園都市線、後の大井町線から、目黒線へと対象路線は変わったものの実現することになり、最終的に東京六号線は西高島平駅目黒駅間の路線として、2000年9月26日に全線開通した。江北ニュータウン地区への鉄道建設についても、2008年6月22日に乗り入れ先の東急目黒線列車運転間が、 武蔵小杉駅から日吉駅まで延伸され、同駅にて連絡する横浜市営地下鉄グリーンラインが江北ニュータウンを抜けて中山駅までを結ぶという形で実現された。なお、営業区間隔定前の東京都の公式文書において、三田線の正式な起点は上記の理由から仙学寺駅となっていた。そのため、関係官庁に届け出る文書では未成線である 千楽寺駅、三田駅間を加えたキロ数が記入していたものもあったが、目黒開業時までに正式起点を目黒駅に改め、実キロ数も千楽寺駅起点のものから目黒駅起点のものに書き換えられた。志村坂上駅より北西側、西高島平駅までの区間は地上高架線となっていて、三田線は都営地下鉄の路線で最長距離の地上区間。 5.2km を持つ、志村坂上駅、志村山頂名駅連行2駅、西大駅の間では S 字カーブが連続するが、これは道路線の計画段階において、志村地域のルートが幾度も変更された名残である。1962年、昭和37年に、都市交通審議会等身第6号で示された北側の終端、志村へ至るルートは、 当時営業中の都弦志村線を踏襲する形で、現在の志村坂上駅からそのまま中線道を北上し、板橋区長後二丁目、現、坂下二丁目で新加岸側にかかる志村橋の手前へと至るものであった。ところが、その後埼玉県方面への延伸を検討した際、志村坂上から北上して、地下方式のまま河川をぐり抜けるためには、勾配が急になりすぎることと、 新ヶ子川、荒川の河川化工事が地質上困難で莫大な費用がかかることが判明した。このため、志村坂上以北は地上に高河川を建設して、河川を橋梁で越えるように計画変更を目論んだが、中山道沿いには支障物件が多かったため、ルートを西側に変更して、現在の志村山頂名駅連魂駅を経由し、そのまま北上して、 レンコン三丁目のレンコン橋手前へ至り、そこに、志村駅を設置する案が策定された。その後、1964年、昭和39年に、志村駅における六号線と東部東上線の、相互乗り入れ計画が盛り込まれ、翌1965年、昭和40年には、板橋区土地区各整理事業により、旧徳丸が原水田地区に大規模ランチを造成する。 方針が決定した。これにより増加が見込まれる、地域住民のアクセスの便を考慮し、孫目県検場の代替として、公団住宅連懇団地の西側、志村西大町、現、高島平1丁目付近に建設を予定していた、車庫へ向かう引っ込め専用地の一部を本線に転用し、車庫建設地を、道町内北部、現、高島平九丁目、志村車両研修場に、 再度変更した上で、西大駅高島平駅に至る、現在のルートを形成することになった。以上の経緯により、地上区間において連続する急カーブが設けられる、ことになった。S 字カーブ区間の最小曲線半径は、志村坂上志村三丁目間が298メートル、制限速度時速60キロメートル、志村三丁目、レンコン間が211メートル、 制限速度時速 50km、レンコン、西大間が 162m、制限速度時速 40km となっている。また1976年、昭和51年5月6日開業の、高島平西高島平駅間は一部を除き、スラブ軌道となっている。目黒駅から東急目黒線の日吉駅まで相互、直通運転を実施している。白金高輪駅を、 終点とする列車の大部分は同駅で埼玉高速鉄道線、南北線からの目黒方面発着の列車との接続がほとんど取られている。ラッシュ時には高島平来駅を始発、終着とする列車で入庫列車がある。2017年3月25日のダイヤ改正までは同り門駅折り返しもあった。ATO を装備しており、 基本的に ATO を使用して自動運転を行っている。2004年12月23日から臨時列車、港未来号が6300型により、高島平駅横浜高速鉄道港未来線、元町、中華街駅間で運行を開始したい後、2011年まで、末期を除いて、降落シーズンに1から2ヶ月に1回の割合で設定されていた。この列車には、 特製のヘッドマークを取り付けている。2006年8月運転分までは、三田線と東急目黒線内が、各駅停車、東横線と横浜高速港未来線内が、急行運転で、目黒線から東横線への点線も武蔵小杉駅で行っていたが、同年12月の運転からは、三田線内が、各駅停車、東急目黒線、 東横線と横浜高速港未来線内が急行運転で目黒線から東横線への転線も電源調布駅で行う体系に変更された大晦日の終夜運転を開業から1972年までと1986年以降実施している2000年以降はこの時のみ目黒駅発着の列車が運転されているまた二千十四年より春日駅が 最寄りの東京ドームでのコンサートイベントへの対応として一部時間帯で終夜運転列車を増発して以降は新板橋駅発着2014年度のみや一往復のみ三田駅発着の車も設定されている2014年度に設定開始2014年度のみ新板橋駅発着2015年度は高島平駅発着2016年度 2017年度は、南高西高島大来駅発、北高高島大来駅儀で設定。目黒駅発着列車と同様に、終夜運転のみの設定であり、芝公園駅南方の非常渡り線を使用して転線している。なお、2016年度より、終夜運転の本数が縮小され、これまで基本的に30分間隔、1時台のうち、 三田駅発着列車が入る場合を除くであったものを午前2時台4時台の間は1時間間隔に減便した。終夜運転以外では8月に行われる板、橋花火大会では2010年頃まではこの時しか運転されない菅も駅発着が臨時運転されていたが後に菅も駅発着は尾り門駅発着に延長され消滅した。しかし おなりもに行きもこの時限り運転される列車である。2006年9月25日より、東急目黒線直通列車の一部が、東急線内にて、急行列車としての運行を開始した。東急線区間で、急行運転が開始された後も、三田線内は全列車が、各駅停車での運転となっている。また、三田線内では6300型においては、 日吉方面行き急行を除いて、種別表示を行わないが、一部編成が各駅停車でも種別表示を行う。日中は30分サイクルのパターンダイヤであり、三田線内、西高島平駅、白金高輪駅間は6分、間隔である。30分に、東急線日吉駅発着が3本、このうち1本は東急線内急行、白金高縄駅発着が2本運転される。 このうち、東急線内急行運転の列車は、白金高輪駅での南北線、埼玉高速線内発着の列車との接続を行わない。2008年6月22日のダイヤ改正までは、日中は、西高島ダイラー白金高輪間と、西高島ダイラー武蔵小杉間が交互に運転されていた。また、2016年10月21日のダイヤ改正で、 平日の朝に、高島平おなり門間で一往復増発された。これにより、2008年6月22日のダイヤ改正で消滅した通常をダイヤにおける定期列車のおなり門駅発着が復したが、2017年3月25日のダイヤ改正で、東急目黒線直通列車に変更され再度、消滅した。しかし、おなり門駅発着列車自体は前日の板橋花 大会開催時の臨時列車で設定されている。どの列車がどの車両で運転されるかは列車番号の末尾アルファベットで区別されており、T が渡航車両 31T 以降の奇数番号、K が東急車両 01K29K となっている、S は東京地鉄車両で 30S78S の偶数番号、M は 埼玉高速車両で 80M98M の偶数番号。列車番号はマイライン、東京時刻表、交通新聞社にも掲載されている。なお、三田線内では南行列車、目黒、日吉方面の列車番号は偶数番号となっており、例えば 31T 運用では北高列車、西高島平方面は XX31T。XX 南行列車は XX30T となる。また、目黒線内の列車番号は6桁の数字で表記され、上3桁が運用番号を表している。400番台が渡航車両、200番台が東急車両となっており、300番台は東京地下鉄車両、500番台は埼玉高速車両。例えば、31T 運用の場合は、目黒線内では、 4 31となる。なお、東急車両の運用は、三田線運用と南北線、埼玉高速線運用とで別々に組まれ、奇数番号、目黒線内基準が、三田線運用、偶数番号、動が南北線、埼玉高速線運用となっている。また、各社局間の走行距離調整の関係上、東急車両は、目黒線に乗り入れない列車。 白金高輪折り返しなどにも使用されている。目黒駅は東京急行電鉄、白金台駅と白金高輪駅は東京地下鉄、それ以外の各駅、三谷高島平間は東京都交通局の管轄駅のため、駅設備は管轄している。各事業者に準じたものが使用されている。東京地下鉄の管轄二駅ではガラス張りの純密閉式フルスハイトタイプの ホームドアを使用しており、それ以外の駅では、東急管轄の目黒駅を含めて、ハーフハイトタイプのホームゲートを使用している。発車メロディは、白金台駅、白金高輪駅を除くすべての駅で、南北線の旧発車メロディ、大人なし川の流れ、A 線、B 線を使用している、発車メロディ東京都交通局、都営地下鉄、東京急行電鉄、黒線、 埼玉高速鉄道参照。2022年度に開業予定の相鉄新横浜線経由で相模鉄道への乗り入れが計画されており、同線を経て相鉄本線と相鉄泉谷線へ直通運転を行う予定である。このため、前述の通り6300系三自社への相鉄直通対応工事及び乗り入れ対応の新型車両の計画を有している。 また、東急目黒線の武蔵小杉駅の乗降客数の著しい増加と新規に乗り入れる予定の相鉄に合わせて、この乗り入れ開始時までに、三田線の8両編成化が計画されており、地上設備についても8両編成対応に順次、改修を予定している。相鉄側では2万系の8両編成が、目黒線、三田線、南北線、 埼玉高速鉄道線への対応の是非は未定、対応として製造される予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。